マテリアルズ愛。磁石につく金属があることをすると磁石につかなくなる。実はこれが美味しいご飯を炊くことと深い関係があったんです。一体どういうことだか分かります？お釜の中を覗いてみます。内釜を外すと中心部に丸くてへこむ部分があります。ここにご飯を焦がさず美味しく炊く秘密があるんです。何があるのか確認してみましょう。裏側からこの部分に近寄ってみると何やら黒い物体がついています。これを取り外してみます。この物体、磁石を近づけるとくっつきます。ところがホットプレートの上に乗せて加熱しながら見ていくと80度変化はありません。150度やはり変わりません。200度、あら、220度、磁石には全く反応しなくなりました。この物質、感温磁性体と呼ばれています。名前の通り温度を感じて磁石につく性質を変えるんです。低い温度の時は磁石につきますが、高い温度になるとつかなくなるんです。なぜこれがお釜の中に入っているのか。実はお米を炊く時、水が沸騰する100度までしか温度は上がりません。しかしお湯が蒸発してなくなると温度は急激に高くなります。放っておけばご飯は丸焦げ。そこで高温になったら感温磁性体が磁石から離れてヒーターのスイッチを切るようになっているんです。でも磁石につかなくなったら次にご飯を炊きたい時に困るのでは。ご安心ください。この感温磁性体、温度が下がるとほら、再び磁石につくようになるんです。感温磁性体は劣化しにくい上に構造がシンプルなので壊れにくいんです。昔のお釜を何十年も使い続けているご家庭もあると思います。材料そのものの性質をうまく使うと便利な世の中が実現できるんですね。